アスナビライブです。今日は薄井百貨店の春の北海道店からの中継です。早速呼んでみましょう。大久保さん。あー、ごまのいい香り。ではいただきます。さあ、どんな味がするんでしょうか。いただきます。あ、温まる。美味しいですよね。やっぱり味噌だ。ごまの香ばしさ感じる濃厚味噌スープに麺がしっかり絡んで、スープと麺がよく絡んでいまして、とっても美味しいです。今日は薄井百貨店で行われている春の北海道展に来ています、うん、祝日ということもあり多くの方でにぎわっていますよ。今回は前半後半合わせて70のお店が出店しているということで、時間の許す限りたくさん紹介していきます。まず紹介するのがこちら、ナルト屋です。こちらでいただけるのがじゃじゃん、若鶏の半身揚げです。さすが北海道、 でっかいどっていう感じですねさあ、どんどん紹介していきますよ。大久保さんのリアクションも。こちらにはコロッケなどのお惣菜なども販売しています。今夜の夕食にぴったりです。そしてジュージューといういい音に誘われてやってきました、焼肉のレストランサランです。実はこちら目の前で実演販売もしてくださるということで、ステーキが焼かれています。美味しそう。そしてこちらのこだわりとしては A5 ランクの最高級和牛をステーキ弁当として販売しているということです。大変人気で完売の文字も出ています。気になる方はお早めにお願いします。肉ときたら海の幸も欠かせません。いいですね。こちらではキラキラと輝くイクラや珍味が並んでいます。試食もできるということでいただいてもいいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。ではイカの塩からいただきます。どうですか。ご飯のお供にもよし、そしてお酒のおつまみとしても最高です。とっても美味しかったです。さあ、そして反対側見てみますと海鮮市場飯兆しがあります。こちらでは海鮮丼、贅沢な海の幸が詰め込まれている海鮮丼も販売されているんですね。実は中継前にいただいたんですけれども、どれも新鮮でとっても美味しかったです。これまでたくさんグルメ紹介してきましたが、スイーツは別腹ということで、この後スイーツたっぷりご紹介します。東北初出店のお店も